さてと、ほんじゃまあ彼を迎えに行きますか。橋の逆側から行くっていうね。ランドマークを前もって見つけてるがゆえの特権。ほらやっぱりさ、なんでこんなところに段差があるんだよとか言ってたけどさ、どう考えてほら橋こう渡るべきなのにさ、ここにぶつかってさ、なんでこんなところに段差があるんだよとか言ってんの。結構やばいよなあの子。運転超下手説。おいカルナ、あれはジュジュのバギーだわ。超下手くそな運転のね。お、ビジョン。なるほど。歩いて、風なりの洞窟だったっけみたいなところに行ったところで襲われるんだ。うわ、ちょっと急ごう。結構シャレになってないな。急ごう。どうした？ジュジュが。シュルク。ちゃんと説明せえや。ジュジュがじゃなくて、急ごうとか危ないとか言おうぜ。シュルク。かわからない。でももうそんなに時間は残されてないと思う。急ごうマジで。深い谷が見えたって言ってたわよね。うん、この先にあるのよ、そういう場所が。知ってるよ。そこからコロニー6がある断崖の下に出られるの。知ってるよ。ジュジュが向かった先はきっとそこよ。なるほど。他に似たような場所はないわ、私の知る限りでは。うん、俺の知ってる限りでもない。急ごう。ジュジュがいる場所はそこだ。オッケー、行こう。カルナの言ってた場所ってこの辺りか。ええ、そうよ。この街道の先にコロニー6への抜け道があるの。でも僕が見たビジョンの通りならジュジュはまだこの辺りの渓谷にとどまっているはずだ。そうね、モンスターに襲われてどこかで立ち往生しているのかもしれないわ。なるほど。なあ、向こう側に行っちまった可能性はないのか。この先は特に危険な場所なの。よほどのことがない限りジュジュは近づかないと思うわ。なるほどね。わかった、街道沿いから探してみよう。街道沿いから探してみると、あ、なるほどね。一気にワープしてやるんじゃないんだ。こうやってちょっとずつまずジュズを見つけないといけないんだ。あそこにジュジュがたどり着いた時点では手遅れやから、そらそうよな。螺旋谷に移動。お、いや、もう襲われてるわ。もう襲われてるんや。ジュジュ、今助けてあげるわ。まずい、この流れは。待つんだガルナー。うわー、目の前で突き上げられてそのまま食われるんや。うわー、まずい。あっ、早い、かっこいい。できるさ。うわー、かっこいい。今のめっちゃかっこいいな。一体何が味方に速度を付与するんや。なるほどな。それで速くなったからかわしたんや。奴の触手が張り巡らされている。下手に動くとエイジキ。うわ、かっこいいなこの突破の仕方。ライン、後ろを頼む。おう、任せとけ。かっこいい。うわ、見えてる、全部見えてるよシュルク。うわ、このムービーシーンがマジでかっこいいな。うわ、なんか弾丸みたいなの撃ってくるんや。お、出てきた時点で切ってしまうと思う。さすがのモナゾの力やなこれ。かっけー。お、そうか、速さが付与されてるから捉えられへん。すごい、これがあなたの力。すげえ、かっこいい。このモナドが見せてくれてるんだ。かっ
こよすぎ。そうさ、そして俺たちがまとっているこの光もモナドの力なのさ理解が早いな、さすがライン。行くかボス戦。さあ十字を返してもらおうか。アーツを取得しました。シュルクスピードいいでしょう。これ触手からぶっ飛ばした方がいいんかな。まず鬼神兵のエンチャントから入る、まあこれは常識でしょ。エンチャントから入るっていうのは常識だとして、そうそう、ボスというのがもうちょっと怪しいぐらい。お、一定ダメージでムービー入ったね。あ、でもあの顔つきの敵が来るはずだから、こいつは前座なんだよな絶対。え、これジュジュ持ったまま逃げてる、もしかして。オッケー、顔つきのやつが出てくるビジョンがあったもんね。上に逃げた、上に逃げている。しかし逃がすことはない。なんか変な魔法陣みたいなのついてる。え、全回復してるやん、めんどくせえなおい。やれそうだ。エンチャント終わり、終わりだ。まあこいつ自身は弱かった。まだ来ると思うんだよな顔つきが。おお、ジュジュ救い出したね、かっこいいわ。ライン大丈夫先生。オッケーオッケーオッケー、最悪の未来は避けれたんじゃない。ごめん僕。いやでもジュジュの気持ちもわかる。まあ、ちょっとここは怒られるべきやけどな。いや、いいビンタ。いいビンタです。僕も殴られたい。あ、優しい。よっしゃ、変えられたな、未来。いや、めっちゃいいや、今の。どうした？いや、変なんだ。僕の見た影は、こんな鬼神兵じゃない。おお。そういや、あの黒い顔つきじゃなかったな。そうやな、俺もそれがちょっと気になってた。そういうのに変わったんじゃねえか。いや、そんなわけないやろ。まだ来るやろ、なんか。シュルク？未来石もう一回発動す、これは違う、する？今からや。違う、あいつじゃない。そう、なんか白い顔やろ。だがこいつも顔がある。待っていたぜ。え？モナドの使い手。めっちゃ喋るやん。鬼神兵が喋った。黒が消すまくって逃げ帰ったっていうから、どんな野郎かと期待してたが、こいつは何の冗談だ。とんだ小賊じゃねえか。うわ、どうした、謎のフェイス。かかってこいよ。じゃあやってやろうやんけ。崩しを与え、転倒させ、2回攻撃、そして転倒している敵には気絶を与える。で、気絶してるうちに後ろに回り込んでバックスラッシュで、モナドエンチャント発動。いや、弾かれてるな、まずいな。なんか今カルナに優しくされるとやる気が出るぜみたいなのろけを見たんだけど、大丈夫か。なんだ、ムービー入った。やばい、ジュジュが、え、結局ジュジュが死ぬってこと。え、守りきれないのか、未来変えれないのか。ジュジュを離しやがれ。ライン、後ろに鬼神兵。どうよ、ありがとうよシュルク。未来が見えるシュルクには当たらんぜ。でもやっぱ光の筋が入ってる間は攻撃が弾かれるから、破壊せなあかんねんな、そこ。なぜモナドが奴には効かない。顔と関係があるのかけど、動きが見える。あの時と同じだ。
面白いじゃねえか小僧。チョコバカとモナドの力ってやつか。だが所詮は生に息が上がってきてるぜ。まあそりゃ無限に体力は続かへんよな。背中は任せろ。お前はやつを。かっこいい。おらおら。お。今よ。かっこいいカルダ。てら。ち、叩っ切れねえ。邪魔くせえぞ。ガイア。うわ。強いな。まずい。カルダが死んじゃう。せやろ、守れへんのか結局。ここで時間切れかよ。戦える時間が決まってんじゃんこいつら。運が良かったな小僧。その運今一度試してみたくねえか。何？ん？このガキは預かる。え？取り戻したけりゃコロニーシックスまで来いや。コロニーシックスでボス戦？食っちまうかもな。うわ、そういう展開か。まだまだ戦い足りねえんだよ。この俺は。カルダ、カルダ。うわ、そういう展開か。なるほどね。ジュジュ回想やね。ガド。あー、この人がガドか。大変な1年も経ってないのに、奴らこんな数を揃えてくるなんて。襲われた時の記憶やね。お前の目から見ても厳しいか。うわ、めっちゃ強そうな人出てきた。達人系の人や、この人。新たな任務を命ずる衛生兵なんや。まあ、回復が得意って言ってたもんね。の準備、コロニーから脱出する指揮を取れ。でも脱出艇に乗れる数は限られている。残った人々のためわしらは戦い続けねばならん。そんな顔するな。お前たちが逃げてくれた方が。思ってるガド若いな。父親代わりとか言ってたからもっとおっさんなんかと思ったわ。変わるな。私たちコロニーの外で待ってる。だから一秒でも早く迎えに来て。いや、こんなん言われたら男としては絶対に迎えに行くしかないな。もちろんだ。いや、かっこいいガド。約束する。どことなくラインにちょっと似てる気もするな。約束だよ。それまでの間みんなは私が守るから。守らせねえよ。カルダ、てめえらみんなこの俺の餌だ。カルダ、ジュージュー。いやー、なるほどね。これは辛いな。よかった。目覚めたんだね。急にぶっ倒れちまうんだもんな。焦ったぜ。まあ、ショックで倒れてもおかしくない。いろんなことが重なりすぎてるもんな、カルナからしたら。どれだけ経ったの？え？あれからどれだけ経ったの？4時間ってとこかな。
行かなきゃ。私3人で行こう。僕たちも一緒に行くよ。そう、3人で行けば勝てる。奴らの拠点に乗り込むんだ。人数は多い方がいいだろ。総力戦やな。本当言うと倒れたあんたは置いて俺たちだけで行こうと思ってたんだけどさ、すぐに怪我する俺にはあんたのエーテルが欠かせなくてね。おお、ちょっとしたプロポーズみたいなのすんなお前。ありがとう二人とも。うわあ、助けに行くか。総力戦どんだけの敵がいるかやな。ちょっとタフなバトルになりそう。まあでも探索とかいっぱいしたおかげで負けることはないと思うけどね。でもまさかこんな形でなんてね。ごめん、感傷に浸ってる時じゃないわね。大丈夫、今度は全部取り戻す戦いやから。連れ去られた渓谷の先から抜けられるわ。うん、知ってる。行きましょう。行こう。初見プレイでさ、この段階でさ、こうやって飛ぶ人いるんかな、コロニー6に。走っていかずに。いなさそう。もう行ったことあるからな、一回。コロニー6。ちょうど、股間、おちんちんのあたりなんやね。ここがコロニーシックス。まるで要塞だな。コロニーの跡形もありゃしね。たった1ヶ月でこんなにも変わってしまうなんて。救い出したらぶっ潰して。敵がもう要塞を作ってんのか。正面から危険だよ。地下坑道から行きましょう。え？地下にはエーテル鉱石の採掘場があるの。というより巨大採掘場の上にできた居住区が発展してコロニーになったのよ。地下坑道は網の目のようになっているわ。地上の市街地よりもずっと複雑で広い。たった一月で奴らが全て掌握できたとは思えないわ。つまり地下坑道は手薄な可能性が高いってことだね。そういうこと。なるほど。で、どっから入るんだ。閉鎖された排水溝からこの先を降りたところから行けるわ。でもそんなん敵からしたらさ、分かりきってるから、へえ、用意してるんじゃないの。俺やったら用意するけどな。ここちょっと敵来るとしたらここからやし、ここになあ、へえ、置いとこみたいな。ランドマーク発見しただけでレベル上がるやん、ライン。オッケーオッケー。まあまあまあ、それはいいとして、なんかクエスト出したがってる人 おるな。そんなことある、この状況で。人がおるん、こっちに。ああ、困ったことになったもん。あれがないと大変なことになるんだもん。 お前たちガザの話を聞くも、ホックスにノポン紹介の証を盗まれたんだもん。あれがないと商売続けられないもん。穏やかじゃないですね、問題ね。これは本当に大変なんだもん。だから鳥ヶ巣を手伝ってくれだもん。頼めるかも。紹介の証ってそんなに大事なものが盗まれたんですか。ちょっと目を離した隙にスパッと盗まれちゃったんだもん。金キラ金だから目を引くんだもん。いや、じゃあ大事に取られへんように、取られへんように持っときなさいや。ああ、まあ、助けてやるけどさ別に。ああ、できる限り奮発する俺は。オッケーオッケーオッケー。2億ゴールドな、頼むで。2億ゴールド頼むで、ほんまに。キュットラン初めて聞いたな。あ、そうか、コロニー6やからまた別のあれや。コレペディアが始まるんや、こっから。なるほどね。まあまあ、とりあえずちょっとちゃっちゃとやっちゃいましょうか。これはエレベーターみたいなもん。え、これ飛び降りていいんじゃないの別に。こんなん使わんでもさ、さすがに知らへんやろ。死んだわ。呼び出しボタン、こんなん使ってたらさ、敵からしたらもろばれちゃう。え、あそこのエレベーター動いてません？ちょっとちょっと奥さん、あそこのエレベーター動いてますよ、侵入者ちゃいますのって絶対言われるで。
あいつらは主婦ではないやろうけどな。いや主婦の可能性もあるやんか、性別分からへんやん見た目では。鬼神兵のもしかしたら主婦である可能性だって考慮に入れておきたいっていう気持ち大事にしていこう。主婦である可能性をさ、なあ最近そのジェンダーとか結構うるさいやんか世間が。そんな中でなあ彼らは主婦じゃないよって、あの人たちは主婦じゃないよって言ったら、いや私たちは女としてのプライドを持ってるんですバカにしないでくださいってなるて。やっぱりちょっとこっちの奥気になるな。ジュジュには悪いけどちょっとこっちの奥やたらと気になるな。これちょっとこっち行くわ。エーテル交渉か。いやなんかここにねクエスト出てんのよな。これこれなんやろ。ノポンのコイン、えこれ取られたって言ってたやつちゃうの。全然取られてないやん。まあ、帰り道に渡すでいいやろこんなん多分。ドーベルコーギー、えドーベルマンとコーギーが混ざったような犬ってこと。あんなところに落っこちてていいの。ランドマーク発見、コロニー6排水溝。まあここが目的地ね。まあとりあえずもう先に進んじゃおうか。地下坑道排水溝、なるほどね。ランドマークが多くて助かるな。なんだこいつは。コロニーウーパー、ちょっと気持ち悪いやつがいんな。まあ襲ってこないんだったらこれも戦わなくていいかな一旦。ちょっとストーリーがちょっと今気になってるっていうのもあるから、ジュジュをまず助けてからだよね。細かく何かするとしても。ここにもランドマークがある。ノポン紹介、この行動は複雑に掘られているから道に迷いやすい。もうでも安心する。もう壁に生えている光ゴケを目印にすれば奥まで行ける。いい情報聞いた。あらららら、おっとっと、あららら、あらららららら、あらー、これ、おっと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 、あららら、ちょっと、ちょっとゲームに集中できないので戻します。はい、まぁ、ちょっとね、装備を整えて、まぁ、パラメーター的にはね、強くなったんじゃないかな、という感じで、まぁ、とりあえず今装備できる、一旦自分の思う強い装備適当に組みました。まぁ、武器変えて、これで OK かな。お、鬼神兵がいるっぽい？いや、いるね。ゴリゴリいるね。鬼神兵だ。そんな、行動にまで鬼神兵がいる。いや、でもそれ配置するやろ、普通に考えたら。やっぱり、防衛隊のみんなも、コロニーの人たちも。皆殺しになった可能性はやっぱ結構あるな。ジュジュ、しっかりしろよ。そんなことでどうする？そう、ジュジュだけは助けよう。地下行動を全部掌握してるわけがないって言ってたのカルナだろう。どっかに隠れてる人たちもいるはずだ。ジュジュだってきっとまだ生きてる。ああ、僕たちはそのために来たんだ。そうでしょカルナ。いや、いいこと言うなライン。そうだったね、ありがとうライン。シルク、オッケー、元気出していこうぜ。いや、いいね、いいね、なんかいい3人やな。さて、じゃあ行きますか。お、なんかおってんね。お、ちょうど、ライン、お前、飛び跳ねんな、お前。ホイじゃないねん。鬼神兵おるかもしれんやから、お前、ほんまに、隠密行動できなさすぎやろ、ちょっと、お前。ちょっと、さすがの俺も怒るよ、それは、ライン。お、ロケーションか。ロケーション見つけるだけで経験値入んのいいよね。探索すればするほど、成長するって感じ。すすすみすすね。うん、これも鬼神兵やな。こっちはちょっとなんかレベル24の強そうなモンスターがいた。マテリアクライブ、ちょっとこいつは倒そう。なんかレアな気がするよ。硬いハサミ、いやーなんか思ってたんじゃないな。硬いハサミなんて誰からでも取れそうどのクライブからでも取れそうなもんをもらってしまった。お、秘境発見、光ゴケの地底湖、ここ秘境なんだ。でユニークモンスターがいますよと。やってやろうやんけ。ダメだ、ちょっと勝てないわ優雅な周りに。今勝てないわ優雅な周りに。まだ秘境だもんな。だって
なんとか優雅な周りに見つからないようにいけない？あ、いけるわ。まだ勝てないけど、見つからないようにとりあえずここにはいけた。大きな氷の結晶。なるほどね。ここに秘境があったと。オッケーオッケー。まあ、探索した甲斐はあったね。秘境発見したし。エーテルライフル？ガド！あ、ガドに渡した武器が、の音がしたんだ。ガド生きてるっぽい。ガドじゃない。うわ、強そうなおじいちゃんや。一人で戦ってたんや。え、あの人も仲間になるんかな。別にいらんけどな。カルナだけで十分。女の子の仲間が欲しいな。男はライン一人で正直足りてる。ゲスト、バックスラッシュ。まあ、大したことなかったね。さすがにただの鬼神兵だ。なぜ戻った。オダマさん、ガドは一緒じゃないんですか。うわー、この空気は 100% そうやな。辛いな。お互い話すことがたくさんありそうじゃの。ついてこい。はい。一体何があったんやろう。ジュジュが奴らに、あの赤い顔つきに。オダマさん、ガドは。ガドはここにはいない。いない、いないってどういうこと。死んだわけじゃないんかな。死んだわけじゃないっぽい。わしとガドは捕まったみんなを解放しようと奇襲を仕掛けた。なるほど。だが、手ひどく失敗した。ああ。まあ、モナドなしで鬼神兵と戦うのはな。そこにガドの姿はなかった。生死不明やんじゃ。でもフィオルンと違って、殺される現場を見てるわけじゃないから希望があるよな。残っていたのは、あれ一つだった。だからわしにはわかる。あいつは生きている。血のつながりがなくともあいつはわしの息子だった。あんなことで死ぬやつではない。信頼関係やな。でもよ、コロニーナインの人々みたいに食われちまってたとしたら。おいバカ、ライン、シュルクに空気読める読めないで怒られるのは相当やばいぞ。どんなつもりやってんじゃ。奴らは捕らえたホムスをすぐには殺さん。あの赤い顔つきが待っていると言ったのならなおさらだ。それは本当。どうでもいいけど、オダマさん結構ブスやな。その件、英雄ダンバンの件だな。あ、知ってるんや。お前の手にあるのかは知らんが、その力貸してもらおうか。もちろんそのつもりです。ダンバンよりシュルクの方が強いからね。採掘場へ行く。奴らは捕らえたホムスを必ずそこへ連れて行く。ジュジュがいるとしたらそうだ。中央採掘場に必ず連れて行く。整い次第出発するぞ。なんでやろうね。働かせてたりしてるってことかな。お、ビジョン。オダマさん、どう見ても死んでるけど。これは、3人とも死んでるやん。それやったら、今のビジョンやったら、仇は取るぞって言いながら落下してましたけども。ないよ。いやー、これシュルク精神的にどんどんすり減っていっちゃわへん。こんなんばっか見えてたらさ、気が休まる瞬間が全然ないやんか。大丈夫かなシュルク。